おお邪魔しますおじさん来たよあここがクロールグリーンなんだコルより少し広いな <noise> あの伝説の始まりになった場所あのステージで。 あの三人が初めて歌ったんだ高校生の頃のケンさんがあそこに立って歌っていたんだな天井が高いなこれでは普段より声を張らないと奥までうまく響かなそうだ <laughs> ケンさんたちは初めてのライブだというのにこのフロアを沸かせたのかすごいなもう アキト昔来た時と全然変わんねえなって思ってなまあ内装なんかそう簡単に変わるもんでもねえかだが変わってなくてよかったこの場所じゃねえとあの日の失敗を取り返せねえからな <noise> なんで俺はもっと。 あいつらみたいに歌えないんだ。憧れの場所に、泥なんか塗りたくなかったな。同じ失敗はしねえ。今度は、全員沸かせてやる。 やったー細かいところまでありがとねおじさんそれにしても驚きましたスタッフに任せずにオーナーさんご自身でここまで機材の調整をされるというのも珍しいですね おじさんらしいねはいあの時はみっともない真似してしまってすみませんでしたでもあの時歌わせてくれてありがとうございました最後まで止めないでくれたこと感謝してます ののくん…あの日の失敗があったから覚悟が固まりました俺はもう二度と客を冷めさせたりはしねえ ほらほらおじさんもうその辺にしたよねみんな怖がっちゃうでしょははいあずさは小ハですよろしくお願いしますそそんなありがとうございます ほんと小羽はすごいんだよあのタイガおじさんが気に入って歌を教えてるくらいなんだからえあはいタイガさんにはいつもお世話になっていて。昔の。タイガさんのこと。 やっぱり昔から知ってるんですねそそんなに長く世界をうん世界一のミュージシャンになるっていうのが。 さんんたちの夢だったんだっよ最初はタイガおじさんが一人で歌ってたみたい。で、その歌が好きだったから、なぎさんも歌を始めて。そしたら二人で、歌で世界を取ってやるって、初めての夢ができたんだって。ずっと前になぎさんが話してくれたんだ。そうだったんだ。 今の俺たちとそう変わらない年でそれほどの実力が <laughs> そんでオーナーもケンさんたちを認めてここでイベントをやったんすか街を変えた そういえば、父さんも前に言ってたな。この町で仲間と出会って、喧嘩して、笑い合って、そうやって三人でやってきたって。そっか。タイガさんも、アンちゃんのお父さんも、本当に町の人たちから。練習の時、タイガさんと一緒にいると、本当にたくさんの人に愛されているんだなって思うんです。 ん<お>ありがとう おじさん、父さんたちの初めてのイベントがそんなに特別なんだって、正直想像できてなかった。でも、父さんたちがすごいなんて生まれた時から知ってるよ。だから前に言ったことは引っ込めない。私たちは超えるよ。 今日は打ち合わせだけだと思ってたけどいろんな話をしてもらっちゃったねうんあの人ちょっと怖く見えるんだけど話すと結構喋ってくれるし面倒見いいんだよねだけど今日はごめんねコハネえだってリフレッシュできるかなって思ったのにさっきの話聞いちゃったら 逆に、プレッシャーになったよね。あ、うん、大丈夫だよ。むしろ私、さっきの話は聞けてよかったなって思うんだ。本当にうん。プレッシャーなんて感じてない、とは言えないけど、今までは、ラッドウィーケンドを超えるためには、 タイガさんたちの初イベントくらい超えなくちゃって思ってたの。でも、そんな気持ちじゃダメだって気づけたから、あの場所でタイガさんたちの初めてのイベントを超えるっていうのがどういうことなのか、私、ちゃんとわかったよ。だから本当に、今日は誘ってくれてありがとう、アンちゃん。 この街の人たちにとって、クロールグリーンっていう場所は本当に特別で、私が考えたこともないような、すごく大切な思い出がこの街にはたくさんあって。あのオーナーさんだけじゃない、この街の人たちはみんな、いろんな気持ちでこの街の音楽に向き合ってきてるんだ。それで、私もあの人たちと、 アイガさんとあんちゃんがこの町の人たちと私を繋いでくれてる今は私もこの町にいるんだは <laughs> <laughs> 今日はいっぱい歩いたから足パンパンかもそういえば白石たちはずっと町を歩いていたのか途中でちょっと休憩したけどほとんどずっとだよ ショップ見たりクレープ食べたりして楽しかったよねこはねうんすっごく楽しかったよサービスしてくれたクレープも美味しかったなあ<う>あれ青柳くんどうしたのいやそう聞くと小腹が空いてきたなあどうやも実は私も お前はクレープ食ったんじゃねえのかようるさいなあさっきの打ち合わせで頭使ったからいいの <laughs> でも私も一息つきたいしよかったらみんなであっちに行かない